無罪とした判決が下されましたが、現在最高裁に継続中です。怒り浸透に達しています。年前に国に責任はないというふうな判決が出たので、とんでもないということで来ました。このままではまた国の責任がないということにされてしまえば、またあちこちの原発で事故が起こらないという保証はないと。だからこれは絶対止めなくちゃいけないということで、この判決をひっくり返してもらう。そういうような事故を起こしても反省しない、非常に人権侵害だと思っています。もう核汚染水は絶対に流してはいけない。流すとしてもね、ごめんなさいって世界に謝らなきゃいけないのに、これは全然問題ありませんって言って流すっていうのは、到底日本のね、政府が取るべき態度ではないと思います。